スマホ老眼の症状にはどういうものがあるかということですけども、もちろん老眼というので手元が見づらくなる、これはもちろんです。それだけではなくて、ぼやっとするとか疲れてしまう、はたまた頭痛や肩こりがいわゆるスマホ老眼から来ているということもあります。で、なかなか自分では気づかなくて、なんか疲れるなとか、なんか普段から肩重いなとか頭痛するなというのが実はスマホ老眼であるということが結構あります。で、というような症状がある場合は自分でこう対応する対処法がございますので、これをやっていただければと思います。